高尾型重巡洋艦は大日本帝国海軍の重巡洋艦。同系艦は4隻。昭和2年度艦艇補充計画に基づき建造された鳥海の環境。高尾型は書類上では日本で最後の一等巡洋艦として計画建造された型でもあり、本型よりも後に竣工した巡洋艦はすべて二等巡洋艦である。なお、 一番艦の高尾と同時に寄港した二番艦のあたごが先に収益している。高尾以下の四隻とも当初は秒光型に類別されていたが、1928年11月7日付の官邸類別等級の改正で高尾型として独立した。基本計画主任だった平賀譲る造船大佐が秒光の設計を最後に海外へ出張したため彼の公認となった。 藤本菊王造船大佐が担当した1万トン級の従順洋艦である。妙高型の攻撃力を維持し、妙高型の問題点であった、強小な居住区画や戦艦に次ぐ、巡視力艦として、高い艦隊式能力を付加すべく等型環境を大型化させた。もっとも、環境は防御区画を短縮するために、煙突の煙地の上に環境が乗っているという、レイアウト上の理由で、 大型化している面も大きい。環境のレイアウトは、下から、下部環境、中部環境の両脇に基重台上部環境の両脇には1.5メートル速距離が一機ずつ、羅針環境、防空式所即的ところの天外には、手法用14式射撃砲、イバンがあり、その後ろに、手法用6メートル速距離が乗るという配置である。明光型との相違点は他にも、 魚雷発射艦が被弾時の被害拡大の恐れがある中間板から使い勝手の良い上甲板に移されたのも特徴である。しかし第四艦隊事件を機に高尾とあたは大型化しすぎた艦上構造物の縮小工事を行い若干重心を下げている。しかし速力や安定性等でやや妙高型に劣った。本艦手法は前型から引き続き3年式2号20。 センチメートル砲を採用している。その性能は、方向初速が秒速870メートル、110キログラムの砲弾を行革45度で29,400メートルまで到達させる能力があった。この砲は、新型の E 型砲塔へ更新された。この新型砲塔は、対空射撃を考慮し、最大行革は70度もあり、通常砲弾用とは別に、 対空砲弾用の専用の溶断機を持っていた。深くは前型と同じく5度である。実際にテストしてみれば、重すぎる砲弾のために射撃間隔が長く、発射速度も、お世辞にも実戦に耐えうるものではなかった。なお、イギリスもカウンティ90巡洋艦で同様の失敗をしている。旋回角度は、単体守備戦方向を0度として1番2番4番5番、砲塔は、 左右120度で3番砲塔は120度の旋回角を持つが、後方0度から20度の間は、電気的に引き金を引いても発射しない。これは近接する環境に向けて、誤発射しないためである。弾薬定数は1砲塔あたり125発で、列強の同クラス砲とほぼ同じ。発射速度は、毎分3発程度、熟練の砲手により短時間ならば、 毎分5発が可能であった。1942年3月2日、ジャワ海でアタゴとタカオは駆逐艦、ピルスバリーを撃沈した際には1万メートルから正射をはじめ7分間でアタゴ56発、タカオは118発を発射している。広角砲は10年式12センチメートル広角砲を採用した。これを単装砲画で4機4門装備した。 前型の単装6機から検証したのは手法による対空攻撃を期待したものであったが、前述の通り対空戦闘を広角砲に頼らざるを得なかったため、高尾とあたごは89式 12.7cm 連装広角砲4機8門に換装。マヤは手法と1機を撤去の上で89式 12.7cm 連装広角砲6機12門を搭載、火力を向上させた。 他に近接防御火器として、非式 40mm 機関砲を単装砲がで2機と、止め式 7.7mm 機銃を単装砲がで2機、装備されたが、発射速度も遅く有効な兵器ではなかったため、後に96式 25mm 機銃を連装砲がで4機、93式 13mm 連装機銃4機へと強化、対戦中には、 対空戦闘の激化により順次96式 25mm 機銃を増設した。他には、手砲では対応できない相手への対抗として 61cm、水上魚雷発射管連装4機、90式魚雷16本を上艦板に装備した。前型の片原6車線から4車線に減少したが、予備魚雷を短時間で装填する、次発装填装置を備えたことで、 実質的な雷撃能力は高められた。前型の設計時より、魚雷本体の強度が改善されて、上艦板からの発射が可能となり、元々艦内固定装備の雷装が、被弾時に閉鎖空間内で爆風と爆炎により、被害を拡大する恐れがある危険な設計であった。ことから、藤本は、旋回式発射艦を原則から若干張り出した配置に改めたほか、 予備魚雷の搭載位置には防御板を設けた。なお、高尾とあたごは1939年の改装工事で発射管を連装4機から4連装4機、搭載魚雷も新型の93式魚雷24本に、強化マヤも1944年の改装で発射管を4連装4機としたが、鳥海は最後まで発射管を乾燥せず戦没した。航空設備は、 第三煙突と後部手法等の間に、カタパルト2機と水蒸気2機を収められる格納庫を設け、ミズンの基部に搭載定券艦再起用収用のデリックを1機装備したが、高尾とアタゴは改装工事でミズンを移設したことから、格納庫を廃止、新たに航空看板を設けて、搭載機を露天軽視する形へと改められた。マヤもミズンの移設は行われなかったものの同様の、 携帯に改装されたほか、各艦とも大型化する搭載機に対応するため、水ン基部のデリックは大型のクレーンに乾燥された。4番砲塔の発射方向によっては、艦載機が壊れる可能性が高く、高尾は前述の駆逐艦、ピルスバリーを撃沈した際に、手砲の爆風で艦載機を使用不能とした。この時、あたは全部主砲塔のみで射撃を行ったため、 関西機は無事だった。同様の事故は、スラバヤ沖海戦での妙高型従順洋艦、妙高でも発生している。根本的な解決は、後部そのものを飛行艦板とした、トネ型従順洋艦まで待たねばならなかった。高尾型の走行内部図水線部走行は4インチで、原則に12度傾斜して張る傾斜走行方式を、前型に引き続き採用している。 この 102mm という走行圧は、同世代の同クラス間で1万トン以内に収められた 25mm、30mm、64mm、さらに条約排水潮違反を承知で防御力強化をしたイタリアの 70mm と比べて十分に重防御であった。さらに、玉火薬湖側面は 127mm 走行がおごられた。 水平防御は 38mm 走行を張られ、弾薬庫上面には 47mm に増圧されていた。さらに水線下走行を内側に湾曲して、艦艇部まで伸ばし、二層式のバルジの水中防御隔壁として仕切り、内側に 25mm から 9mm の水線下走行を張るなど可能な限り防備が追求されているものの、その高さは、 機関部で3.5メートル弾薬庫部分で2メートルとあまり高いものではなかった。格子状態では前述の重量増加により水線上1.3メートルまで沈んだと伝えられる。これらの走行防御は性能諸元表で見てもわかる通り、艦自体の防御には可能な限り重量が当てられており、対して砲塔防御には断片防御に必要な1インチで済ましているところが、 日本大型巡洋艦の特色となっている。これは、戦闘において行動力は可能な限り維持させるが、砲打撃力は失っても構わないという割り切りと同義になっており、大型巡洋艦では普通、命中弾の発生しやすい砲塔防御には、戦艦複砲装甲と同等の5インチ以上の装甲を当てるのが常識であるのと際立った違いである。これは、 法力に劣る日本が、水雷戦隊に期待をしたため、その水雷戦隊に先んじて突撃する、巡洋艦に向きわだった速力を要求されたことに、起因する。そもそも水雷攻撃を施行する場合、米英の走行圧といえども防御が成り立たないほど、肉迫するため、むしろ被弾時の法力維持を優先して設計されたので、ある。これらの割り切りは、 敵護衛艦を大口警報で殲滅し、打撃力を失っても肉薄して、敵戦艦に雷撃を観光し、自らが倒れても、後続の水雷戦隊に、敵戦艦に雷撃させる盾となる、という一度戦闘を行えば、勝敗にかかわらず、大損害を受けやすいのを覚悟した戦術のための、ベネフィットであり、極めて合目的な設計となっている。各艦とも太平洋戦争中は、 各地で活躍し、多大な戦果を挙げたが4艦揃って参加した、冷凍機械船で、高尾以外の3艦は相次いで沈没し、唯一生き残った高尾も、冷凍機械戦時の修理が終わらず、終戦時はシンガポールで完備切断状態、行動不能だった。改め高尾型従順洋艦とは、1930年から1934年の間に建造される予定であった。 高尾型の発展系である。本型は1927年に、米海軍が英海軍と同数の1万トン型寿命艦を整備すると発表したことに対抗すべく4隻の建造を行う方針が固められていたが、ロンドン軍宿条約の締結に伴い計画は中止された。本型の高尾型との相違点は、広角砲が最初から89式12.7センチメートル。 40後継連装砲4機にされたことと、対弾防御と水中防御が共に強化されたことが挙げられる。また装甲は強化したものの、機関は高尾型と同じものが使用されていたため、速力が約33ノットに低下すると考えられていた。ニューロックマルと B-25 爆撃機、アメリカ合衆国カリフォルニア州の東部。 モハーベ砂漠のロジャース管庫にあったアメリカ陸軍のミューロック陸軍飛行場には高尾型を模した攻撃標的としての構造物があった。ターゲットの799のその構造物は同地の名前からマラックマルと通称されていた。木材と金網で構築され砂漠の犬以降に浮かぶその姿は海を行く高尾型に酷似しておりアメリカ陸軍航空軍の飛行訓練 技術練習や試験のターゲットとして反長爆撃の試験などに使用された。なぜモデルとして高尾型が選ばれたのかは不明。太平洋戦争後もこの構造物は放置されていたが、1950年に空軍エドワーズ基地として長大な滑走路などの設備が増強された際に運用を妨害する遮蔽物であることから撤去された。ありがとうございます。